清和学園高等学校は、学校法人、清和学園が運営する高等学校である。学校法人、清和学園は、短大、高校、幼稚園を運営している。高校は、宮城県仙台市若林区及び、宮城県仙台市大白区に2つのキャンパスを持つ、私立高等学校である。見学の精神に仏教を掲げ、一周一波にとらわれない。 仏教教育を行っている。宮城県では唯一の仏教高校である。以前は女子校であったが2003年度より教学化した。2000人弱の生徒が在籍しており、生徒数も多く、宮城県でもトップクラスのマンモス校で部活動も盛んである。教学化と同時にキャンパスを分離、移転し、若林区域の下の薬師堂キャンパス、及び、 大白くどてないの三上ポーキャンパスの二つの校舎を設置特色あるコースや部活動によってどちらかのキャンパスに所属することになる。2019年現在の制服は冬服は男子は濃紺のブレザーにグレーのチェックのズボン。女子は紺のブレザーに紺と白のチェックのベストとスカートのスリーピース。夏服は男子はワイシャツに濃紺にチェックの模様が入ったズボン。 女子の襟とスカートに青いチェックの模様が入った前開きタイプのセーラー服である。また、女子の冬服と男子はネクタイを着用するが、男子はコースごとに異なっており、5種類ある。なお、女子制服のデザインは、森花である。薬師堂キャンパス、三上ポーキャンパスのグランドは、全面人工芝とナイター設備、また男子サッカー部は、雨天時には、室内練習場もあり充実した。 練習環境がある。公式野球部も専用野球場がある。男子専用の量が三上ポーキャンパスに、女子専用の量が薬主堂キャンパスに併設されている。女子サッカー部、男子サッカー部、女子バスケット部、ソフトボール部、女子ハンドボール部、女子バレー部などが著名である。近年では男子バスケット部、卓球部、 女子公式テニス部も力をつけ全国で活躍している。1985年総部。全日本高等学校女子サッカー選手権大会に、令和3年現在で29回連続出場をしており、全国タイトルを計4回獲得した競合である。同県の常万疑学園高校とは、ライバル関係にある。ありがとうございます。